こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日はアルソーの社会契約論の、続きの解説をしていきたいと思います。メルマガ登録を募集してます。よければご登録ください。あとノートというサイトで、フランス革命のコンテンツを販売してます。フランス革命について知りたい方、アルソーの社会契約論からが下敷きになってフランス革命が起こってますんで、歴史的なことを知りたい方は、一緒に学んでいきましょう。チャンネル登録、グッドボタンもよければお願いします。Amazon、楽天のリンクが、YouTube の説明欄に貼ってあるんで、よければ一回踏んでいただいてお買い物していただければ、当読書会に紹介料が入りますので、ご協力ください。では、ちょっと前回から時間が、だいぶ空いてしまったんですけども、51ページからですね、読み上げていきます。事実はあらかじめ定められた一般的な約束によって規定されていない点について、個別的な事実または権利が問題となるや否や事柄は訴訟になってしまう。これは利害関係を持つ個々人が一方の当事者で、公衆が他の当事者である訴訟なのだ。だがそこには従うべき法もなく、判決を下すべき裁判官も見られない。この場合、一般意思のはっきりした判決に従おうと望むのは馬鹿げたことであろう。今まで、前回まで一般意思のお話してきました。一般意思っていうのは、言ってみりゃ、なんていうか、偶然のことを一般意思って言ってるんですね。偶然この場所に一緒にいるから共同体をなしているっていうところに、一般意思、っていうのは、の正当性があるっていうのは私の考えなんですけども、これが非常に分かりづらいと思うんですけども、私は何度も言ってるんですけど、高速道路の玉突き事故とか、あらかじめもう LINE のグループに入れられて再会できないとか、偶然の結合、偶然たらしめてる何かの意思ですね。我々の認識の外側の意思っていうのを、ルソーは一般意思って言ってるんだと思うんですね。で、これが国家というか、国家と、市民の、社会契約の、元になってるわけですよ。で、前回説明したところに、市民と臣民の話が出てきたんですけども、市民っていうのは、自然権を持った自由なる主体ですね。この図で見ると画面の。で、臣民というのは国家と社会契約、国家でも共同体でもいいんですけども、社会契約をしている、義務と権利の関係で縛られている世俗的な存在ですね。で、近代人というのは一人二役やってるんですね。自由なる主体として、自然権を持って生きている部分と、社会契約をして自分の自然権を全部譲り渡して、なおかつその使用が共同体にとって不可欠な全体の部分に限られるという条件を認められながら、全部譲り渡してまたもらっていくってこと、もらうってことですね。主権を全部共同体に譲り渡してもらってる主権者としての、臣民としての役割の2つに分かれていると。一人二役なんですよ、基本的に。これがね、分かりづらい。今までも説明してきたんですけど、近代人ってのは一人二役なんかできるわけないんですけど、自営業みたいなもんですよ。雇用主なんですよ、自分に対して。自営業っていうのは、セルフエンプロイっていうのかな。英語で。自分を自分で雇ってる人ですよね。経営者っていうのは自分も雇ってるけど、他人も雇ってるわけですよ。ビジネスオーナーか。なんか、あの本によると、金持ち父さん、貧乏父さんというロバート・ギヨサギの本ありますね。あの中に投資家とか、ビジネスオーナーとか、自営業と、あと、賃労働者っていうふうに分かれてますよね。で、自営業ってのは自分を雇ってる人ですね。あるいは自分の家族を雇ってる人。近代国家の中にいる近代人というのは、まず自由な人間なんですよ。自由な人間として、あとは世俗の中で国家と契約を結ぶ主体として分かれていると。
で、今ここで書かれている 個別的なこの事柄に関してですね、個別的な事柄、訴訟になってしまうと。民事と刑事って分かりますよね、法律ってね。損害賠償を請求したりするのは、まあ、民事裁判ですね。刑事裁判っていうのは、まあ、人に危害を加えるとか、物を盗むとか、そういうことですよね。刑事裁判っていうのは、一般意思に関わる方の、一般意思の指導のもとできた法律に関わってくるのが、刑事裁判。民事裁判っていうのは、自由なる主体としての人間の 利害関係から訴訟になると。そういうイメージでいいと思うんですよ。で、民事裁判であれば、まあ、自分が損害を受けたったら立証して損害賠償を請求すると。利害関係を持つ個々人が当事者で、他人が、まあ、被告と、原告と被告に分かれるわけですね。で、そこに従うべき法はなく、判決を下すべき裁判官も見られないって書いたんですけども、まあ一応民法っていうのがあってですよ。この頃民法がなかった。民法っていうのを作ったのはナポレオンなんですね。ナポレオンコード、ナポレオニックコードってやつですね。その後ナポレオン民法っていうのを作ったんですね。家族に関係する離婚とか、まあ相続権の問題か、所有、私有財産の問題か、私有財産の相続の問題と婚姻に対する問題ですね。結婚問題ですね。まあ結婚問題ってのは基本的に嫁さんの財産ってことの問題になると思うんですけども、 ナポレオンが考えた民法の話ですね。この民法の問題はまだなかったんですよ。だからまあそれぞれに自分で主張して誰か、まあ判決を下してくれる裁判官があると。まあ、そういう民法が、ちゃんと整備されてれば、裁判にかけてね、損害賠償請求できるんですけども、まあ、一般意思にかかる場合は、一般意思にかかるっていうか、社会契約にかかるものだけは、一般意思の、は法律のもとになってる、まあ、法によって、裁くことができるってことですね。ということになります。これ分かりづらいですかね。私は何度も読んでは、だんだん分かってきたんですけども、これを理解してる人がどのぐらいいるのかなっていう、ルソーの書いてる問題を。なんかまあ循環論法に見えるわけですね。まあでも大切なこと書いてるんですけどね、これ。で、続きですね。だから、個人と個人の訴訟だったら、こんなもん最終的には、まあじゃんけんで決めるとかしか、まあ裁判官がいなければですよ。法律整備されてなきゃ、まあ泣き寝入りですよ。どっちかというとね。あと暴力に訴えるか。だけど一般意思に関わる問題に関しては、一般意思の由来する法によって判決が下されるということですね。だけど民事裁判みたいなのは、当事者が一方的に下す決定以外の何でもないと、一般意思と関係ないんですよ。で、これは過ちに陥りやすいと。まあ、続き読んでいきますね。この判決なるものは、だから個々人の訴訟ですね。民法みたいな、民事裁判の判決ですね。当事者の一方が下す決定以外の何者でもあり得ず、従ってそれは他方にとっては個別的な自分以外の意思であるに過ぎず、この場合不正に傾きやすく、過ちに陥りやすいものだからである。このように個別意思が一般意思を代表できないのと同様に、一般意思も個別対象を持つ場合にはその性質を変え、一般的なものとしては人間や事実について判決を下し得ないのである。例えば、アテナイの人民がその首長たちを任命し、ある人に名誉を授け、他の人に罰を課し、また多くの個別的な命令によって政府のすべての行為を無差別的に行う場合、人民はもはや本来の意味での一般意思を持ってなかった。
人民はもはや死刑者としてでなく行政官として行為したのである。その考えは一般の見解に反しているように見えるだろう。しかし私の考えを述べる時間を与えていただきたい。ということです。一般意思ってのは個別意思の集合じゃないわけですよ。たまたまそこに居合わせて、自分が財産すべてを投げ出して、なおかつ、それをまたもう一回もらってるってことですね。これはな、前の方で説明し、最初の方で説明してる。なんて説明したらいいのか。31ページですね。我々おのおな身体と全ての力を共同のものとして一般意志の最高の指導のもとに置く。そして我々は各構成員を全体の不可分の一部としてひとまとめとして受け取る。って書いてありますね。我々っていうのは、全ての権利を一回共同体に全部譲渡して自分のものとして受け取ってると。それは一般意志の指導のもとですね。だけど、個人の意思に関するその民事裁判みたいなものは一般意思に関係ないんですよ。自分が共同体に譲り渡して戻してもらったってことに関係ないんで、共同体の中での個々人の意思利害関係っていうのは一般意思が関わらない。だけど、他の国ですよ。他の国家とか共同体とか、一般意思に、自分たちの共同体の他の、外の共同体ですね。ある、フランス人ではフランス人とドイツ人ですね。フランス人は一般意思によってまとまってるんですけど、ドイツ人はフランス人の一般意思と関係ないですから、まあ戦争になりますよね。戦争になるときは、一般意思の指導のもと、自分たちが一回国家に預けて戻してもらった権利を守るために、ドイツ人と戦いますよ。徹底的に。それは一般意思の指導のもと、一般意思が通じないドイツ人と戦ってんですから。だけど、フランス人の国内の揉め事に関しては、個々人のですよ。まあ、個別意思の問題なんで、こんなものは、判決を下しようがないってことですね。ルソーの、これは書いてた当時はですね、民法はないですから。まあ、あったんでしょうけど、そんなに強制力がなかったってことですね。で、アテナイの人民が、その首長たちを任命し、ある命を授け、他の人にそれを罰を犯し、また多くの個別的な命令によって、政府のすべての行為を無差別的に行う場合、人民は本来の意味での一般意思を持ってなかった。アテナイの民主制ってなんですね。ちょっと私は詳しくないんですけども、まあ、今の日本と同じようなもんですよ。今の日本の民主制の中では、日本に一般意思なんかないですからね。あると思われてるんでしょうけども。まあないですよ。言ってみりゃ。フランス人が思ってるような一般意思は日本人はないですよ。これは何とも言ってますけど、明治憲法ですね。もともと明治憲法は神の意思でできてるからですよ。瑞穂の国を統治しろって言った天照大神が二人の見事に下した神勅ってのは、まあ明治憲法の時はそれが神の意思が法律の、まあ、元になってるっていう構成で作られてるんですね。それが戦争で負けて、まあ、真っ赤さ三原則みたいな、もうちょっと民主的にしろと。で、天皇を象徴制にすると。そういう形で神の意思じゃなくて、一応その8月革命っていうのがあって、これ一般意思で一緒にいるんだっていう、まあ、その、まあ、フィクションですよね。フィクションでなってんですよ。フィクションでなってるから、日本は官僚制が強いですよ。なぜかというと、一般意思を持ってやってない人たちの、官僚、まあ、丸山総が超国家主義の論理と真理で書いてるのは、まあ、官僚制度って 何かというと国体の流出としての官僚制度ですね。日本の官僚の人たちって何に奉仕してるのかという国民に奉仕してるわけじゃないですね。どっちかというと日本という国体ですよ。超国家主義に奉仕してるわけですよ。だからよくわかんない人たちなんですよ。政治家は本当は官僚、まあ、うまく行政官僚として使えばいいんですけども、まあ、政治家も官僚も神がかってるっていうのは今の日本だから特に顕著ですけど、自民党の代議士も官僚もある種神がかってると。全然ヨーロッパってフランス的な一般意思で働いてるわけじゃないわけですね。どっちかというと、なんか神の意思、
まあ天皇陛下に奉仕してるって気はないんでしょうけど、なんかよくわからない日本、まあ国体ってやつですね。国体ってまあ超国家主義ですけど、イコールね。そういうもののために働いてる、まあそういう、そういう心理がありますよ、どうしてもね。で、アテナイの人民たちも、まあなんと言っても、実は別に、主権者として一般意思に従って国を運営してたわけじゃなくて、まあ、行政官僚として、まあ、本来の意味での一般意思ではなくて、一部の政治権力が勝手に、何かの信託でやってるっていうか、信託って神の命令ですよね。デルフォイの信託とかありますよね。ああいうようなもんでやってると。なんで最終的にその政治が祭り事っていうか占いみたいなものになっていくかっていうと、人間が人間の、まあ集まって偶然ここに一緒にいて一般意思があるって考え方ってなかなか難しいわけですね。それよりも、なんか神殿に神様がいて言葉が降ってきて、その言葉をもとに政治をやっていきましょうって方が、イメージしやすいですよね。わかりやすいっていうか。で、そうなると、個々の人たちは主権者じゃなくなっちゃうわけです。神の信託を、まあ、神との契約ですね。社会契約っていうよりも神との契約の中で国家とか共同体を成してるって形になっちゃうと。日本っていうのはもうまだその意識が非常に強いっていうか、まあ、まだその意識っていうか、もうその意識がなくなりようがないわけですね。日本の政治風土からすると。だから我々はその主体的な決断というか、全部を共同体投げ出して全部戻してもらってるなんて考えたことない。神に逆らうなってメンタリティは、神に逆らうなってメンタリティに近いわけですね。で、まあ人民は主権者じゃなく、まあどっちかというと、まあ行政官僚が肥大化してるっていうか、その行政官僚も誰に奉仕してんのかっていうと、いくつもめくると神様に奉仕してるっていうか、そういう、国体に奉仕してるっていう構造が見えてきちゃうと。よくね、その公務員改革とかね、官僚制度の改革ってまあずっとやってんですけども、根本的なメンタリティが変わんないですよね。一般意思の指導のもと、共同体運営してるなんて考えてないですから、どっちかというと何かのために奉仕してるんですよ。その何かってものを、これは何なのかって問題ですね。何なのかっていうと、まあ超国家主義でしょうね。国体のためにやってるっていう、それ以外ないんですよ。その国体のためにやってるっていうのだとデモクラシーになんなくなっちゃうわけですよ。専制的になるわけですよ。アジア的専制ってよく言われますよね。まだ中国、古代中国からそうですけども、専制主義なわけです、皇帝がいてね。まあ今も日本には一応エンペラーがいますけども、まあでも政治上は何の、権力もないことにはなって、何なら、まあ権威っていうか、精神的権威になってるわけですね。世俗権力が民主主義で、国会開いて、話し合いで決めてるって形になってるんですけども、よくよく見れば、その話し合いってものを本当に信じてるかっていうと、まあちょっと弱いですよね。で、まあ国民というか市民自体に主権者意識も低いし、結局は長いものに巻かれろ、よらば大樹の影って形で、何か得体の知れぬ政治権力とか政治権威っていうものに感化されやすいっていうか、それを批判するロジックを持ってない、という部分が、まああると。日本人が、まあ、暗に帝政っていうか、まあ、官僚制、巨大な官僚機構ある帝政みたいなもんで、まあ、皇帝のいない帝政みたいなもん。まあ、そういうものになってるんですね。なってんだと思うんですよ、私は。その意識がないと、日本の政治学、政治哲学は意味がない。もうほぼ丸山さんが書いてる超国家主義の論理と真理っていう論文に書かれてる問題ですよ。いまだに問題なのは。自由なる主体としての個人がないわけですよね。この図の上の部分の。で、なおかつ一般意思もないと。全部が
超越的な存在、神の意志と。何があれば神頼み、最終的には神頼みっていうか、そういうメンタリティが集団的国家の中にあるわけですね。まあ今年大城祭11月にやるそうですけど、まあね、令和に変わって、改元して10連休だって言って、やってますけども、まあ、改元するって行為自体が、まあ、言語を使ってること自体がですよ。で、言語ですごい国民生活が影響を受けてると、心の中までですよ。10連休になったりして、まあ、改元して喜んだりして、そういうもの自体はもう全然、まあ、一般意思からすればどうでもいい話ですよ。ね。どうでもいいんだけど、これがもう、政治とかいうか、日本の文化から政治まで、隅々まで、まあ、そこに住んでる人民にとって、主権者にとって無視できない問題としてあるんで、いつまで経っても、まあ、民主的ってよりは、何か得体の知れない、まあ、国家とか共同体の核心部分に得体の知れない何かがあるわけですよ。神がかったものは、超越的なものは。まあそれは天皇陛下って言っても天皇陛下じゃないんですよね、詳しく言うとね。天皇陛下まで続く、まあアマテラス大神まで遡れる、なんかこの神々の系譜みたいな。そういうものは、意向があるわけですね。これまあ、あれそっか、丸山荘の超国家主義の方から引いた方がいいのか。なんて書いてたっけな。まあ構想構想ともろもろ一体になってなる何かですよ。天皇のご先祖様まで垂直につながっていく歴史的な縦軸があるわけですよ。でまあ書いてますけども、これは意識せざるを得ないわけですよ。ということです。だから、そういうもの全部取り除いて、ルソーの本読まないと、ルソーの言ってることは日本の政治風土からするとよくわかんないですね、非常に。一般医師はニコ生に流れてくるコメントだって言ってる人、ね、わけわかんないこと言ってるやつがいいんですけども、一般医師 2.0 とか言って、そういうことじゃ、あんなもん何でもない。一般医師でも何でもない。で、まあ、一般医師、ルソーと関係ないっていうのは、言い訳、最初にかましてから、あの、エッセイみたいな本書いてるから、まあ、それはそれでいいんでしょうけども、一般意思って無意識でもないんですよね。憲法9条が日本人の無意識だとか、そんな話も一般意思と全然関係ないし、憲法9条が一般意思なのかって問題ですね。平和なんて別に一般意思じゃないわけですよ。自分の権利差し出してもう一回もらってる、偶然的な、なんか、人間の結合っていうことを一般意思って言ってるから、一般者は無意識なんだと、ルソーとフロイトをつなげんだみたいな、あの、批評空関係の人たちが言ってることは、まあ、私は なんか丸山さんを読めてねえんじゃねえのかって、もう、何言ってんだこいつらっていう、どんだけ哲学的なセンスがねえんだっていうことにしかなんないんですけども、ということですね。なんでこんなところでいきなり怒り出すのかっていうと、怒り出さざるを得ないからですよ。まあ、憲法9条は別に、憲法の無意識なんかないし、そんなも自己欺瞞でしかないわけですよ。で、日本人が一般意思だって言ってるものも日本人の自己欺瞞でしょ。ルソーとも関係ねえし。自分たちが神の意思で動いてるってことを自覚しなきゃいけないですね。これもう根本的にその神の意思で動いてる部分のことを自分で批判して自由なる主体として自立しなきゃいけないわけですよ。それをやんなきゃいけないんです、一番個人の問題として。丸山さんの超国家主義の論理と、真理の一番最後の行がそれのこと書いてるんですね。日本軍国主義が終止符を打たれた8月15日の日は、また同時に超国家主義の全体系の基盤たる国体がその絶対性を喪失し、今や初めて自由なる主体となった日本国民にその運命を委ねた日でもあったのであるという感動的な一文ですよ、これ。8月15日、1945年の8月15日に初めて、市民であることをやめたわけですよ、日本人というのは。で、自由なる主体と市民というか、
自由なる主体と、その社会契約を負った、まあその、この図で言えばですよ、上の部分の頭の中の人格と、世俗の人格が、二つ分かれた状態に、初めて、日本人みんなが慣れたのは一般意志のおかげですね。それは、敗戦によってもたらされた一般意志ですよ。それは、ポツダム宣言ってことです。ポツダム宣言の内容が一般意志を押し付ける形になってるんですよ。で、その日から、日本人というのは二重人格を、二重の主体を一人でまとめる近代的主体に初めて、なったってことですよ。なったっていうのは、今までの国体っていう超国家主義って自由なる主体認めないですからね、私的領域とか、人間の心の中の自由っていうのを。初めて与えられたわけですよ。与えられた中で、今度は一人二役やっていくと。国家とは社会契約をしてる国民として、もう一つは自由なる主体としての近代的個人として、この二つに一つを自分の中で、矛盾してるんですけどね、矛盾してるのを一人二役でやっていくってことで、そういうふうにやっていくっていうことで、政治をやっていかないと、日本のその小選挙区比例代表制みたいな二大政党制って本当にやるんだったら、もうその、日本人の意識はやっぱちゃんと二重の近代的人格を一つに自分の中で統合するっていう哲学的なプロセスがないとできないわけですよ。で、この 2000年代から始めてる、まあアメリカのそのサンフランシスコ体制の中にいるってことは、かりそめにも日本が形ばかり近代人として振る舞いって言われてたことですよね。だからアメリカの首輝きがなくなっちゃうと、元に戻っていくわけですよ。日本の2000年代からの右傾化ってそういうことですよ。どん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 また自由なる主体がなくなってきてるんですね、これね。全部長いものに巻かれるので、右傾化するってそういうことですよ。自由からの闘争ですよ。日本人自身の。自由なる主体であることは放棄し始めてると。ああ、それがその官僚の忖度とかですよ。そういう権威主義に現れてくるわけですね。権威主義ってのは基本的に自由なる主体っていうのを自分で手放していく主義ですから。で、国家との社会契約もどん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 国家の、先生になっていくわけですね。先生というか自発的に国家に従属していくっていうか、従属していくっていうか、自分の自由なる主体としての役割を放棄して、その下の方の 国家と契約している人間として、どん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 、まあ、義務ばっかり言われるとかね、義務には権利が伴うとか、自民党の代議士は言うわけですよ。そういう、なぜかっていうと、一人一人自由なる主体として認めてりゃ、権利っていうのは、自然権っていうのは、あくまでも自分がずっと請求していくもんだから、別に義務となんか関係ないんですよ。だけど、国家と国民という関係の中では、権利と義務っていう社会契約しかないように見えちゃうんですね。で、その社会契約ばっか、言われるわけですよ。そこの外から出てくるのは自己責任だって言われちゃうわけですね。海外になんか取材に行って危ない目に遭うジャーナリスト、自己責任だから助けないとかいうのは、そういう話ですよ。国家の言うこと聞かないやつには権利も制限するっていうことを言い出すわけですね。そんなのは、一人二役やってる自由なる主体と、国民とか市民として生きてる、その近代的な、その二重の主体ですね。これと、まあ、こういう枠組みがないから、二重なる主体の枠組みがなくて、自由なる主体がどんどん失われていくから、どん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 我々の自由が失われて、自由には義務が伴うとか言われて、とにかく、まあ、内面の問題、どん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  規制されるっていうか、ものが言えない雰囲気になっていくと。それが今の日本に起こっていることですね。まあ、あとはもう一般意志に基づいて政治やってないんですよ。まあどうでもいいんですよ。権力者に忖度しながら法の解釈ねじ曲げていくと。公文書も改ざんしてんじゃないかとか、首相の面会記録が破棄されてるとか、もう民主的なプロセスと後で検証するようなプロセスなんか全部吹っ飛ばして、すっ飛ばしてるのはこれ官僚がやってるわけですね。
行政官僚としてやってる人たちが誰におもねってんのかって、政治権力におもなって、全然主権者としての人民の味方じゃなくなると。で、専制政治に差を差すようなことを忖度してやるようになると。で、これはもう自由なる主体とか一般主義とか関係ない政治風土の中、戦前の頃からやってるような超国家主義的な体制の中に、今は権威主義って形で出てきますけど、またそれが進むと超国家主義になっちゃうと。国のために死ぬべきだみたいなことを平気で言う、自由なる主体なんかないんだって話になってきますよね。文句を言うやつはみんな、強制収容所っていうか、強制収容所までいかないけど、それ抑圧が厳しくなってくるってことですね。自由なこと言うやつには、どんどん、要監視対象みたいな扱いになっちゃうと。そういう社会ができちゃうと。で、そうならないためにはどうしたらいいのかって話ですね。その話はそうは、でも簡単に全てがそういくわけじゃないと。で、専制政治に戻っていくわけでもないし、それはなぜかって話は次回します。それは言ってみれば、選挙ってものをやってるわけですね。投票することで決めようっていう、みんなで、民主主義はね、投票で決まりますから、選挙をするっていうことに存在する一般意思ってなんですね。選挙で決めるって合意がありますから。そのうち選挙もしなくなったら終わりでしょうけどね。もう 選挙自体が操作されてるとかまた別の話として、選挙自体やらなくなって、それはもう民主主義でも何でもないですよね。一部の人だけで決めて選挙なしと。しばらく緊急事態なんで選挙やりませんとかなれば、それはそれで民主主義の終わりでしょうけども。今まだ選挙やってみんなで決めるっていう合意はあると。その合意の中にまだ一般意思がありますから、民主主義、根本的には民主主義になってるでしょうけども、いつかね、選挙で決めませんって話になりゃ、だから神がかった人が独裁者として水ゴリでもしながら、水ゴリっていうかね、水浴びながら政治進めていくみたいなね、そういうことになるでしょうね。ということになります。ちょっと分かりづらい。これで説明しても分かりづらいかな。何回も聞けば分かるような気がするんで。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。